さっきとても素敵なものを拾って僕は喜んでいた。ふと気がついて横に目をやると、誰かがいるのに気づいた。その人はさっき僕が拾った素敵なものを今の僕以上に必要としている人だと言うことが分かった。惜しいような気もしたけど、僕はそれをあげることにした。きっとまたこの先探していれば、もっと素敵なものが見つかるだろう。その人は何度もありがとうと嬉しそうに僕に笑ってくれた。その後にもまた僕はとても素敵なものを拾った。ふと気がついて横に目をやると、また誰かがいるのに気づいた。その人もさっき僕が拾った素敵なものを今の僕以上に必要としている人だと言うことが分かった。惜しいような気もしたけど、またそれをあげることにした。きっとまたこの先探していれば、もっと素敵なものが見つかるだろう。何よりも僕を見て嬉しそうに笑う顔が見れて嬉しかった。結局僕はそんなことを何度も繰り返し、僕は